にちは、エビキブログのレナです。今日は昔の仕事に連れて行こうかなと思ってカメラを持って今向かってるところがあります。前言ってた通り、名古屋に引っ越してからフードツアーをやり始めて、そのツアーが今のところ2つあって、もう1つを作ろうと思ってます。ツアーの計画がもう決まっているけど、ルートは歩いてなんか気になるところを見たり、はい、行きましょう。行きました。名古屋駅から1個離れた国際センターという駅に着いた。で、ここの周辺で新しいツアーを作ろうと思ってます。階段を登ったらめちゃくちゃ息がつらい。運動しなきゃ。まずは最初のお店に向かいます。このツアーに含まれたいのが蕎麦屋さんとパン屋と、なんていうね、なんかいろいろある、本当は提灯を作ってる会社のなんか小さいお店で、抹茶とかも出したりする小さな喫茶店かつお店、わかんない、お土産屋さん、まあ、後で見せる。ちょうどお昼の時間なので、私もお腹空いてるから今そばを楽しみにしてます。まだツアーについてあんまり話してないのでちょっと説明します。このツアーは着物のレンタル屋さんとコラボして、外国人が着物に着替えて、それから私と一緒に2時間ぐらいここのエリアを散歩しながら、いろんな写真を撮ったり、美味しいご飯食べたり、歴史について学んだりすること。今日は頑張らなきゃいけないね。はい、もうほぼ着いたよ。ちょっと待ってね、入りましょう。唐揚げ丼定食とか、ネギトロ丼定食とかで、それにあの中のそばをつけて食べるみたいな感じで、日本酒とかもなんかザーッ。これめちゃくちゃうまそう。タルそばとネギトロ丼デザート、いただきます。ごちそうさま。めちゃくちゃ美味しかったね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。そばは最高でしょ。さっぱりしてて本当に美味しい。これからは、ちょっとだけしけ道をふらふらして、今しけ道とかについていろいろ調べてたけど、英語でしか教えられなくて皆さんごめんなさい。最初のフォトスポットはこちらです。浅間神社、これ雰囲気いいでしょ。で、まあ、このところだと外国人向けなので、まあ、神社とかはどうやって手洗いするとか、そういうことを説明しながら写真を撮りながら外国人も楽しめるかな。おみくじもあるけど、多分英語がないから意味ないね。ちなみに私の一番好きなのがこれです。可愛くない？なんかこっちに壁についてる。他には何もない。で、まあ、ここになんかしけ道が書いてあって、昔の家になんかいろんなガラリとか入ってたりする。これかわいいでしょ。これ皆さんわかりますか？これ屋根紙ということで、名古屋にしかないらしくて、建物の2階に小さな神社がある、家を守るためのことです。ずっとなんか前を見せてるから私の顔も忘れてるかな。忘れてないよね。どうしようね。なんか自分をなんかブロギング的なことで自分を写すか、前を撮るか、どっちがいいのかな、悩んでる。こちらめちゃくちゃいい写真スポットにはなる。雰囲気いいでしょ。めちゃくちゃめちゃくちゃを言うのがめちゃくちゃ多い。今日着物を着て
写真を撮ったらめちゃまためちゃといった。ここもなんか写真がうまく撮れそうだね。ここを見ると金魚が入ってる。金魚ちゃん、ハロー、もしもし。私を無視してる。ツアーで写真をいろいろ撮ろうと思ってます。また本当になんか10個の階段だけを行くとこう呼吸が辛い。運動しなきゃいけない。はい、徳川家康が名古屋を1610年江戸時代の初めね、名古屋城を作って名古屋が町としても作られました。いろいろ清洲、ここから20キロぐらい離れたところからここに移されて、昔清洲にあった橋でこちらに移されました。今はこちらの橋になります。で、そういうことも教える堀川です。堀川も名古屋が作られた時に人間が作った川です。もともとあった海の方ね、あっちは海の方で、で反対側は名古屋城。それで名古屋城を作るために必要な材料かな、わかんない、日本語わかんない、物、木とか石とか全部こっちの川で持っていきました。で、このエリアが、しけ道が、マーちゃんというね、物を買ったり売ったりする人。日本語学ばなきゃ。一人だと辛い。二人だったら私はわからない言葉があれば、たかに聞けるから。もうやだ。はい。次に向かってるところは、遠藤寺商店街という。もともと名古屋に3つのでかい商店街があって、遠藤寺、大曽根と大須で、次に向かってるところは、向かってるというかもう着いたんですけど、こっちの喫茶店松葉。英語のメニューをくれた、嬉しい。ちょっと見てみよう。で、私は思ってたのが、ここのなんか小倉トーストを注文しようかなと思って。美味しそうでしょ。ちなみに小倉トーストは、名古屋名物で、ね、名古屋の人が結構朝ごはんとかで食べたりする。めっちゃ美味しい。そば食べて、小倉トースト食べて、もうやばいよ、気持ち悪い。もう何も食べれない。ご相談ください。うるさい。おお、これも可愛い。木の箸置きとか、外国人もこういうには興味があるから。はい、このお店がめちゃくちゃ可愛い。なんというお店でしょうね。日本のお土産的な。小物とかおもちゃとか買える。かわいいかわいい。はい、で、私の後ろにあるお店が抹茶とかもあったり、提灯作りの体験とかもやったり、小さなもの、手作りのものとか、このものを売ったりするお店なので、ツアーでもそれに入ってみて、抹茶との日本のお菓子を食べて、梅かな、梅だな。多分最後のフォトスポットになると思うけど、ここで写真を撮ろうかなと思ってました。はい、これで今日のツアー準備も終わる。目に入った名古屋の雰囲気ちょっと伝えたなら嬉しいと思います。
この動画が楽しかったと思ってた方はいいねボタンを押してくださいね。 LT ブログに登録してないなら登録してください。次の動画にまたタカもいると思うので、二人の動画の方が楽しいと思うので、じゃあまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。